ートレックボーイですこの動画では「スター・トレック・ピカード」シーズン2第10話の感想を語ります内容に触れますのでまだご覧になってない方はこれです Amazon プライムビデオの「スター・トレック・ピカード」シーズン2第10話2022年5月6日に公開されたエピソードですこちらを先にご覧ください いいでしょうかでは始めます最大の問題だったスターゲイザーの自爆を防いだのはジュラティ・クイーンがブリッジに流したエディット・ピアフの曲でしたもう一度第1話の自爆シークエンスを見直してくださいあの喧騒の中でボーグ・クイーンはちゃんと水に流しての2番を聞かせています しかし第1話の時点では見ている私たちもピカードと同じように曲に気づきませんでした振り返れば第4話でピカードとジュラティが家に入って弾を取るシーンがありましたそこでピカードはジュラティにこの曲のことを話しています「母は私が怯えていると」 エディット・ピアフの曲で落ち着かせてくれたよ、という話です。ジュラティはそれを覚えていてスターゲイザーのブリッジで怯えているピカードを落ち着かせようとその曲を流したんですね。しかし母に関するトラウマを抱えていたピカードはそれが耳に入らなかった。Q がピカードに与えた試練は「 過去を見つめ直すさせることそして母の美しい思い思出こそが自爆を避ける道だったんですねところで、えー、ピカードたちがスターゲイザーのブリッジに戻った瞬間に時間軸の乱れと言うべきでしょうかいくつかの変化が見られました。ブリッジクルーが リオス艦長はとびっくりしたのはリオスが消えたからですねジュラティも消えて防具の姿になりましたさらにエクセルシオールにいたはずのラフィーがスターゲイザーのブリッジに現れて何がどうなってるのと戸惑っていますピカードたちは別の時空へ行って生きるか死ぬかの大冒険をしたわけですが ブリッジのクルーにとっては、一瞬の出来事だったわけです。私は、TOS の危険な過去への旅を思い出しました。永遠の管理者のゲートに入ったカークたちが、過去の地球へ行って、歴史の改変を防ぐというエピソードです。あの話でも、ゲートの外にいたクルーの目には、カークたちが、 入ったたらすぐにに出てきたように映りましたしかし外から見たら一瞬の出来事でもカークたちの記憶にはエディス・キーラーと過ごした日々がずっと残っているのです。TNG の「超時空惑星カターン」も思い出しますね。滅びゆく惑星の住人が自分たちの歴史を後世に残したくて ピカードに一生分の夢を見せるという話ですあのエピソードでピカードは気絶していた30分ほどの間に惑星カタンに住むケイミンという男の一生を経験するのです私は簡単の夢という昔話も連想しました人生に悩む青年が旅の途中の宿で 別の人生の夢を見るというお話ですタロス星人ならあなたの現実にも幸多からんことをというかもしれませんね外から見れば一瞬の夢でもその後の人生を大きく変える意味のある夢もありますきっと Q はピカードに意味のある夢を見せたかったんですね ピカードは Q への感謝と一人で死にゆく Q への思いやりを込めてハグをしたのでしょうさてえジュラティ・クイーンが乗っていたあのシレーナ号はどうなったのでしょうかこれはあくまでも私の想像ですがクイーンは400年の間にシレーナ号をどんどん拡張していってあの ウニのような防具缶を作り上げたのかもしれませんねそういえばどことなく司令ーナ号の形に似ているようにも思えますだとすると地球連合の世界でのシ令ーナ号がなぜ赤と白ではなくグレーだったのか説明がつきます防具缶の色を赤と白にはできませんからね最後に 鍵の問題を取り上げましょうピカードが鍵を壁に戻したことつまり鍵を壊さなかったことがこの物語のポイントと言えるかもしれませんねそれこそがピカードの意思を表しているように思うのです「Q」のセリフ「ブラボー」「運命は将来」 鍵を見つける少年に託されたに表現されているようにピカードは将来少年が鍵を見つけることを承知の上で鍵を元の壁に戻しましたそれによって母を失うことになってもその厳しい運命こそが自分を作ったとピカードは考えたのでしょう ピカードは自分の過去と向き合って自分の運命を受け入れたのです。私はピカードがあえて鍵を戻したことが強く印象に残りました。え、今回がピカードシーズン2の最終回です。え、このシーズン2ほどいろいろなことを考えさせてくれるドラマはありませんでした。 おそらくそれが制作者の狙いだったのでしょう。あなたはどのようにご覧になりましたか制作に関わったすべての関係者に感謝とねぎらいの言葉を送りたいです。本当にありがとうございました。なお、このピカードシーズン2最終回と同じ日に新番組スタートレックストレンジニューワールドの第一話が アメリカで公開されました日本では今のところ見られませんが次回はその概要や特徴について私が感じたことをなるべくネタバレをしないように紹介したいと思っています。またたご覧くださいトレックボーイでした